ゾイドワイルドキングオブブラスト。はい、動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。ゾイドワイルドキン、あんな、テン、じゃあ、違う、もういい、もういい、始めるよ。今日は何で遊ぶ冒険に出発だ。さあ、進んでいこうです、進んでいこうかね。よく来たわね。さあ、どこまでやったっけ。これをおにぎりやって、今餃子か、餃子のこっからですね。今回はですね、6話から7、8話までやっていきたいと思います。はい、餃子の揚げ揚げパフォーマンス、フォアグラまでこの村に来るなんて、あいつドラムスティック持ってたけど部下の頭ばっかり叩いてたわね、ということで、四天王のフォアグラがね、やってきまして、まあ一応ドラムができる、いやドラミングかな乗ってるやつが乗ってるやつだからね、機体が機体だからね。まどろっこしいことはなしだ。げ、こわ、フォアグラまでこのゾイドを動かせば、あの嵐のワイルドライガーが手に入るのだろう。なんでそんな話になってんの。嵐関係あらへん。違う。いや、そんなわけねえだろ。いや、そんなわけねえだろって怒ってるのに、ボイスは違うって冷静に一言だけ。うわ、変な噂が一人歩きしている。っていうか、どこから出てん嵐のそのワイルドライガーがもらえるって。こんなものは力ずくで動かすのが一番早い。いや、そういうことじゃない。そういうことじゃないんだ。何よ。あんた、日常にはリズムとか言ってた、じゃない。確かにリズムは大事だ。だが、アンダンテよりも速いビートで、あのゾイドを叩く。違う、叩くの意味が違う。その叩くじゃない。物理的に叩くじゃない。マッチョマン、そいつはアウトだぜ。俺と一緒、パワフルセッション、スタート。フォアグラと餃子は、なんか、気が合いそうな感じはするんだけどな。ノリというか、ビートというか。まあ、フォアグラの方が、あれか、性格悪いからな、あいつ。愛のギャングスター、餃子参上。魂と筋肉のビートを聞け。ラウンド1、始め。くらいだ。あー、ちょっと忘れてる。くらいだ。ノリノリにやさ、ビートが乱れる。キレキレキレ。くらいだ、飛ばせ。あれか、あ、痛い。よっしゃ、ドリームがマックスだ。カモン、蹴り飛ばせ。ドリームが、あー、ダメだ、あー、まずい。待ってガード、あー、しまった。ガード解いた瞬間にやられた。あー、まずいちょっとこれはダメだ。あー、待ってあれ、ちょっとやんなかっただけでこんなに、そう、強さっていうか戦い方を忘れるか。ビートが乱れる。皆さん注目ってところが、仮面ライダーリバイスのバイクに似てるよ。まあ同じ人なんだけど、同じ木村すばるなんだけど。どうだ。ゲームセット。いいね、ちょうどいい感じだね。ミッション成功。ああ、青の部分までいかなかったな。どうだ。あ、リトライ。愛のギャングスター、
餃子参上。魂と筋肉のビートを聞け。めっちゃ油断してたな。ラウンド1始め。引かないで。ノリノリミキサー。ビートが乱れる。あつあつけ。おいいね。あそこからなんか繋げられねえか。合成解放。デスブラスト。あ力がアップした。ノリノリミキサー。あーノリノリミキサー。いいね。いいよいいよ。あしまった。決めるの忘れた。決めれなかったぜ。ラウンド2始め。ヤンキー進め。合成解放。デスブラスト。いえ。あ、まずい。殴り抜け。振り抜け。クレーンビートが乱れる。あ、ダメだ。お、引かないぜ。あ、こういうのあり。痛いぞ、ノリノリミキサー。ビートが乱れる。カモン。冷めてくれ。うお。痛いぞ、ビートが乱れる。トリケラドームス。ワイルドブラスト、クライマックスだ。ヤッホー。オーケー。フォーチュン。インパクト。ビートが乱れる。ゲームセット。ミッション成功。やったぜ。これはもう S でしょ。わあ。そうか、第1回戦で決めなかったからか。愛のギャングスター餃子参上。魂と筋肉のビートを聞け。まああとラウンド1始め。追い抜け。戦い方がガンガン進め。戦い方に熱くない感じだな。カモン、クライマックス。ちょっとね、フェニッシュは止めないとね。後ろヒットやったぜ。クライマックス。トリケラドームス。ワイルドブラスト。いつもは最高潮。多分ワイルドブラストで決めると高得点が入るんじゃないかなと。そもそもの話、点数とかのあれはないからね。あの表示がないからね。ラウンド2始め。いいね。タブをくらいで吹っ飛ばせ。熱々シェイクからなんだっけねえか。熱々シェイク。めっちゃ失敗したんだが、熱々シェイクめっちゃ失敗したんだが、熱々のシェイクはいらないってわけだ。悲しいね。ダックルコング強制解放。デスブラスト。ダックルコングのデスブラストが。ここからが本番だ。ノリノリミキサー。ビートが乗るけ。トリケラドームス。いいねいいね、これで決まったらいいね。いつもは最高潮。何度でも黙ってみちゃう。ミッション成功。はい、勝ちました。どうだ。よーし、やっぱそうなんだよ。ちゃんととどめはワイルドブラストで決めれるかどうかっていうところだね。お宝ゲット。やりました。ペンネも喜んでおります。あの喜びの顔からこのなんだかなっていう顔されるのね。この表情の変化。なんとも言えない、デスメタルの下っ端が一体ちょっと餃子テンション上げてる場合じゃないっての。というわけで集団戦ですね。集団戦じゃないな、耳障りなリズムだ。おととい来やがれマッチョメン。ん？あれってデスメタル帝国参上。おお、ちょうどいいね。ラプトール
行けラプトール、あのゾイドごとこの村もデスるぜ。まあまあそれをやらかした方が早いよな。デスメタル帝国の下っ端まで来た。イエイ、派手なフロアになってきたぜ。普通下っ端が先なんだけどな。乗ってるかい。テンション爆上げ、ヤッフー。下っ端が先で、まあ支店の幹部クラスが後から来るっていうパターンはよく見るんだけど、あの幹部クラスが先に来て下っ端があのね、後から来るっていうのはね、あの珍しいパターンですよね。もしかしたらあのこの負けた時にその下っ端で攻めるっていうのをこう一応決めてたのかもしれないですね。まあフォアグラは意外と用意周到だったような気がするんですけど。違うよ、楽しんでる場合じゃないでしょうが。野生の力が、あれか、餃子の妹の病気の原因がフォアグラだったっけ。じゃあ妹の薬を買うのにフォアグラから買ってたんだっけ。んでそれが実はフォアグラのマッチポンプだったっていうのが餃子の愛のギャングスター餃子参上、餃子のストーリーだったと思う。これが最後の戦いだ、始め。くらいだ。さあノリノリで行こうぜ、いろいろ試してみようか。よっしゃ、ノリノリに行くぞ。じゃあ熱々シェイクからの、避けられてんじゃん、避けられてんじゃん、ザコにさ。あーしまった、どこ行ってんの、どこ行ってんの。熱々シェイク避けられてんじゃん、キリキリミッツァはそうよ。ひどいジャンプだ。ちゃ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 、どこ行くの、どこ行くの。ターゲットが定まってない。普通にラプトールそこにボート立ってたのに、避けら、あの明後日の方向に。熱々シェイクからのキレキレ、あ、ダメか、ダメか。これはラプトールが小さいからっていうのも、熱々シェイクは技をつなげるようなあれじゃないの。いった、もうちょっと端からやった方がいい。さあ最後の一匹、いいね。あ、しまった、ワイルドブラストで決めるの忘れてた、普通にボコってた。ミッション成功。まあいっか、どうせ S は取れるんです。あー、びっくりした、びっくりした。2000って出た瞬間、うわっと思って、うわ S じゃないと思ったんだけど、ちゃんと S 取った。まああのラプトールだからね、そこは甘くしてもらってる感じがするね。お宝ゲット。はい、クリアしました。じゃあ次の、やったね、次に進めるわ。次ですね。今思ったんだけどさ、この点数ってさ、お宝ゲットに関係しないよね。合計の点数がこれぐらいまで、あったらこのお宝が取れます。それあったら厳しいよ。はい、トリュフもここに来てたのね。さすがの、餃子も、顔が真剣ね。本気で戦いなさいよ餃子。ここね、ペンネさんも真剣な顔で見てますよ。冒険に。深いですね。いやはや、随分と騒がしいですな。わお、トリュフ、あなたのそのパフォーマンスとやら村の外からずっと見ておりました。ということは下っ端を消しかけたのはこいつか。
残念です。やはり餃子くん、君は相変わらず独りよがりですね。何を、俺はずっとあのトリケラトプスのためにパフォーマンスを続けてたんだぜ。で、そのトリケラトプスは動いたんですか。いや、まだ動いてないけど。そうそう、もっと盛り上がればあいつはきっと動き出す。猫に小判ですね。どうでしょうかね、私には時間の無駄のように思えますが。時間の無駄では、私がこのパフォーマンスのフィナーレを飾ってあげましょう。さあ、何を聞く。君を叩きのめすことで。そっか、まあそうくるか。最強の生命体が今決まる。爆発でもさせんのかなと思ったんだけど、そういうわけではなかったか。単純に餃子をボコりたいっていうだけだったね。お前とだけは乗れねえぜ。あなたには貸しがありますね。ラウンド1、始め。妖精解放。うおー、早速来ましたね。あ、ノリノリミキサー、ノリノリでなれない。あ、ダメだ。フォアグラは薬代の話じゃなかった。人間があるのがトリュフの方。トリケラトプス、ワイルドブラスト、いつもは最高潮。イヤッホー。フォアグラってペンネだった。フォースインパクト。やりますよ。ラウンド2、始め。痛いぜ、ノリノリミクサー。ああ、ダメだ。あ、一応飛ばすことはできるね。音層展開、ふん、洗いなさい。ははー、痛いぜ。あっ、あお、強制解放。あー、強制解放される。痛いぜ、ガンガン。やりますね。ははー、遅い。金金金、シュマスベイビー。あ、ガード破壊。ドリームがマックスだぜ。あー、違う、また間違えた。おっと、これはちょっと厳しいかな。よし、これは行きましたね。ゲームセット、ミッション成功。ちょっと誰と誰が因縁があるかっていうのがちょっと分かんなくなってきたな。嵐と、あれ誰だ、ギルラプターのあいつはライバル関係んで、おにぎりとガブリゲーターだったっけな。そんでペンネとフォアグラゴリラで、餃子とトリュフかね。あの組み合わせ、特殊会話の、ところから感じると、妹の釣りのためにそのゲットゲット、妹の薬のために、新しい道が開いたわ。トリュフに従ってたのが餃子だったですよね。で、まあ実はそれがマッチポンプだったっていう。あれ、そうだっけ、なんか
なんかトリュフだったような気がするんだけどな。あ、トリュフじゃないか、フォアグラだったような気がするんだけどな。どっちだったっけ。まあいっか。もし気になった方はゾイドワイルドね、アニメ見てください。多分あそこ、アマゾンプライムビデオには置いてあるかな。置いてあるのかな。ちょっと調べよう。ちょっと今調べてみます、ね。アマプラ、アマプラ。違う。最近ね、携帯の調子がおかしいからね。違う。アマプラ。ゾイドワイルドゼロは入ってる。ゾイドワイルドってはさっきかゼロだけか。これゾイドワイルドはどうかな。ゾイドワイルドで検索したらチーカー出てきたんだけど何。あーっとこれはないか。え、ないの。あー、そうなんだ。ゾイドワイルドゼロだけですね。そうなんだ。いやー、なんでゼロだけなんやろ。タカラトミーチャンネルの方あるのかな。まだ置いてあるのかな。いや、でも1話ぐらいしか置いてないか。あるとしたらお宝を見るんだな。まあやるとしたら年末とかそこら辺に一挙放送とか、そんな感じかな。みんな君を待ってるよ。じっくり見てて。はい、じゃあお宝ですね。トリケラドゴス。ね、こんな感じですよ。お腹見えちゃってるよ。いいっすね。重量級。なんだろうな、俺重量級とかそういうなんか重火器級、重火器タイプとかそういうの、好きなんだよな。だからトリケラドゴスもさ、このノーマルの形はいいんだけど、ワイルドブラストが展開した時にこのトサカの部分、あれが一緒になってせり上がるのを、せり上がっていくのはちょっとそこら辺はちょっとなんか好みじゃないかなっていう感じかな。トリケラドゴスのこのノーマル自体はね、好きですよ。なんでお前、なんであなたが説明するの。強そうな角だな。デスレックスと力比べしてみない。潰れちゃうまでさ。これランダムなのかな。あ、ランダムか。あ、そうなんだ。ランダムでコメント出てくるんだ。大したシールドを持っているが、ナックルコングのビートにいつまで耐えられるか見ものだな。みんな見れんのかな。さすがのグソックもノリで角を食らったらひとたまりもないね。あんな角と盾があったら、あっという間に吹き飛ばされちまう。最悪バラバラになっちまうかも。まあ確かにそうだね。雑魚としてはそうだね。あ、羊羹もいんの。強力な体当たりを使うのね。スパイデスの糸が持つかしら。全員分入れるかな。
攻撃も防御もお任せ、近距離タイプのゾイド、それがこのトリケラドゴスなんだ。嵐来た。餃子のトリケラドゴスはすげえんだ。逆立ちや、大道芸もできるんだって。音楽にもノリノリだし、餃子といいコンビだな。見た。あー、同じやつばっか来た。一丁前に硬そうな体しやがって。いや、この俺様のガブリゲーターにガブれねえものはねえ。どうかな、歯が折れちゃうよ。ガブってみなよ。あと誰だ、これか。バカ正直に正面から突っ込んでどうすんだ。横に回って攻めればそれだけ、それまでだ。どうかな、横に回ったって横の方が硬かったら意味ないぜ。餃子さんには借りがありますね。次こそは、ステコゲーゼのボーン層で、トリケラドゴスの角を切り落としてみせましょう。いやー硬いからな。あ、ソルト来た。ソニックウルフのパイロットですね。お前の相棒は人としてダメだと思っていたが、今は仲間として気に入っている。なんだっけな、こいつ性格に癖が あるんだよな、うん、どんなんだっけ。羊羹よりかは前に出てくる。どこで仲間なんだ。餃子そん時いたっけな。なんだ、嵐、おにぎり、ペンネまではもう確実に3人、この3人は順番にあの最初のメンバーとして揃ってる。で、餃子とソルト、どっちかな。この俺、餃子のパートナー、ストロングなホーン&シールド、ぶちかますでヒットスタックル。で、あと誰が出る、フォアグラか。あ、違う、ベーコン、あ、そうか、ベーコンもいんのか。トリケラドゴス相手に正面から突っ込むのはおすすめしないで。逆に弾き飛ばされて返り討ちに遭うかもな。ちょっと待って、ベーコンいるっていうことはさ、フリーダム、あ、じゃあベーコンの方のさ、チームのやつもさ、このコメントに参加している可能性が高い。ということはこれをさ全部探るのはめんどくさいという話になる。あー、やっぱりいた。やっぱりいたー、そうか。黒雨、グラキオとどっちが力持ちだろうと考えている。これな、グラキオサ、嵐の親父が最初ね、嵐の親父がグラキオサウルスの乗り手だったんだよ。で、それで嵐の親父が冒険に立って行方がわからないっていうか、そのまま帰ってこなかったんでね、あの冒険に立ったままで、ベーコンの一味がやってきた時に、この黒飴ってやつが、こう、もう見た目、顔隠してるし、乗ってるのがグラキオサウルスだったんだよ。で、それでね、もう最初見た人はもう、多分みんなね、こいつ、嵐の親父だろうっていう予想をしてたんだけど、最終回まで見てみると、全くの別人だったっていう。嵐の親父普通に出てきて、しかもグラキオサウルス2体だ。黒飴全然関係ねえし、黒飴あれ頭部、結局あいつ何だったのかがよく分かんないんで、人間なのかロボットなのかよく分かんない。ずっとはもうあれで取らなかったからさ。あ、しまった、ペンネいた。まるでミサイルみたいなタックルね。薄い壁なら紙を破るみたいに突き抜けちゃうわよ。ベーコン一味がいるんだったらいるのか。でもランダムなもんな、コメント。今気づく、このコメントのめんどくさ。さちょっと待って、クラメベーコンとクラメ、ベーコン一味クラメしかいないって嘘でしょ。もう3人ほどいたはずなんだよ、ベーコン一味で。その中でクラメだけ出てくるっておかしいだろ。ちょっとあとしばらく
探してマジかマジかこいつマジか。これで黒飴でしょ。一応もう全員は見たんだよ。でベーコン一味があと3人いるはずなんだけど、3人出てくるのかどうか。嘘、出てこないで。嘘やろ嘘やろ。じゃあミュージックボックス。よく来たな。さあ聞いてってくれ。警告。これですね。警告の曲なかなかいいですね。どれを見たいか教えて。餃子産業。初めて餃子と会った時、トリケラドゴスの大きさに2人ともびっくりしたぞ。こう初めて見た。あ、違う違う、ね、餃子があのタイプですからね、結構でかいんです。いや、餃子すらでかいね。餃子も結構でかいよな、嵐と比べてね、はい。じゃあ、ね、今回はこの辺で終了したいと思いますが、いやーちょっと納得いかんぞ、あのコメントのやつ。シュプリーム弾だ、ベーコンのやつ。シュプリーム弾、黒飴と、ね、あのベーコン黒飴で、あと女性1人で男性2人と3、あと3人いるんだよね。で、その3人も声ついてて、アニメでもちゃんと活躍したりね、まあ、ベーコン亡き後に、嵐たちをサポートしたりね。で、まあ、残りの男性2人なんかは、ゾイドがね、デスレックスに操られて、結局、元に戻せなくて破壊するしかないとかね、そういう悲しいエピソードとかあるんですけども、雑魚キャラクターのコメントがあって、その3人のコメントがないっていうのは俺はちょっと納得できないぞこれ。しかも一番喋らない黒飴がコメントに参加してるっていうのも、それはちょっと納得できないよ。だったらもうベーコンだけにしてくれよっていう話なんだけどね。はい、ちょっとね、この先進めてみて、あのコメントのところにシュプリーム団全員いるのかどうかもちょっと確かめてみたいと思いますね。はい、今回はこの辺で終了したいと思います。それではまた次回、バイバイ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。